The fabric of the star had begun to fray, its lands rent by tooth and claw. Myself, you know. And I've had enough of this racket! Come on!皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。 Hi guys, my name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. Bonjour à tous et enchanté, je suis Naoki Yoshida, producteur et réalisateur du Final Fantasy 14. Guten Tag zusammen, ich bin Naoki Yoshida, producer und directorFrom Final Fantasy 14! というわけで、4言語で挨拶してみました。よろしくお願いします。まあ、例年だと、まあ、今回新情報発表会っていうのをね、わざわざやるのは、やっぱりこう、世界中でどうしてもね、広がってしまっている新型コロナウイルス、の対応ということで、なかなかFinal Fantasy 14ファンフェスティバル必ず大規模に世界中でやってるんですけど、まあそれができてないと。世界中の医療関係者の方が我々の生活のために戦ってくれている中、まあ、やっぱりどうしてもこう僕らもね世界に打って出て、まあ、アナウンスするっていうのが難しい状況の中で、今回は日本で映画館を借りてですね、皆さんに「ファイナルファンタジー14」の最新情報、これからの未来をお届けしていこうと思います。でまあパッチ 5.2 から 5.3 の間に約2ヶ月半から3ヶ月スケジュールのね開発もやっぱり止まってしまうっていう状況があって、どうしても今日発表させていただいた次なるファイナルファンタジー14の拡張エンドウォーカーっていうのもやっぱりちょっと時期がずれていってしまってます。ですので今日はですね、ファンフェスティバルの基調講演1回目プラスアルファぐらいで、聞いていただければ、この先ねデジタルファンフェスもあります、今回とそのデジタルファンフェスと2回に分けてこの最新拡張エンドウォーカー行月のフィナーレのお話をしていこうと思います。はい、というわけで今日は可能な限り、新情報をお届けしていきたいと思います。さあまずはですね、トレーラー先ほどご覧いただきました。まだまだティザートレーラーではありますが、世界のね週末を思わせるような、惨状が巻き起こっていました。どうやらね暁の面々は、それに光の戦士もそうですけど、対抗しているような様子が描かれてましたね。というわけで、こちら
ファイナルファンタジー 14.6.0 エンドウォーカー行月のフィナーレと読みます。今年2021年秋を目指して開発を進めております。そういえば浩司、ファイナルファンタジー 14.9.1.0 からね、ずっとスタッフとして参加してくれてるよね。今日実際この放送を見てくださってる方にも多分ね 1.0 から、おー、すごいたくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。あのこのアートワークですね、実は 1.0 の時に似たような構図のアートワークがございます。若き日のね、光の戦士なのかな。はい、ぜひねちょっと見比べていただくのも、意図的にねちょっとその成長というかね、軌跡を照らし合わせてみたので、そういったところもね見ていただけると嬉しいかなと思います。まあ、僕もね年取りましたね。いや、というわけで今回、このなんだろう、プロモーションでね頑張っているこう光の戦士、今回は主役ナイトジョブに、ジョブチェンジして活躍してくれそうです。さてでは早速中身について触れていこうと思うんですが、こういうタイミングいつも僕ストーリーのお話からするんですけど、さっきねトレーラーの中に気になるシーンがあったと思うので、最初はこちらの情報から今回いこうかなと思います。今回もですね新たなジョブを、複数、まあ2つなんですけど、このエンドウォーカーで2つのジョブを実装させていただこうと思います。前回の思い出すとですね、ファンフェスでこうジョブを発表していった時にですね、ヒーラーがいねえぞというのをですね世界中のプレイヤーの方から言われまして、なのでまず今回は先に、今回実装する2つの新しいジョブのロールを、お伝えしてしまおうと思います。はい、もちろん一つは、世界中からご要望いただいたヒーラーを新たなジョブとして、一つ実装させていただきつつ、もう一つは近接物理 DPS を実装する予定です。ちょっとね予想をネットのを見てたんですけど、なぜかですね力士が実装されるんじゃないかっていう予想が結構見えてて、どっからその予想が出てきたのかすごい不思議なんですけど、結構ねコメントでも近接メレー DPS ってことは力士だろ、待ってたみたいなことはあるんですけど、力士ではございません。今回トレーラーに登場していた、アルフィノ、彼がまさに新ジョブへとジョブチェンジしております。今日はですねその2つ実装するジョブのうち1つ、ヒーラーの新ジョブについてご紹介していこうと思います。では早速ではありますが、その新ヒーラージョブの動画をご用意してありますのでご覧いただきましょう。はい、今回ですね行月のフィナーレ新ジョブ第1弾は魔力を込めた武器を、操る賢者というジョブ名になっております。ちょっとね CG でもご紹介して、アートと CG でご紹介していこうと思います。 We have... まあかっこいいですね、14オリジナルの武器を操ることになります。まあ、アルフィノがどのようにこの新ジョブにねジョブチェンジしていくのかというのはメインストーリーの方で語られていきますので、そこはねストーリーの方をご覧いただければと思ってます。はい、では賢者のその特徴を簡単にではありますがご紹介していこうと思います。まず賢者の特徴、まあ一つ目、まあヒーラー、先ほどねお伝えしましたロールはヒーラーとなります。白魔導士、学者、それから先制術師に続く第4のヒーラーとして、今回賢者が追加となります。そしてですね武器は剣具という14オリジナルになりますね、武器を使います。
まあ、魔力でこれを操作するっていう感じなんですけど、後ろにある4つの、武器、あれがグラフィックス変わっていろんな武器になっていくというふうに思ってください。そしてですね、当然クラスの方は、ございません。ジョブからいきなりスタートとなります。初期レベルに関しては、70から予定しております。いずれかのですね、ジョブがレベル70に到達していて、この狂月のフィナーレ、エンドウォーカーの、確証権利がついていれば、すぐにでもね、始められるようになってます。さあ、ではバトルイメージの方も、簡単にご紹介していこうと思います。今回実装となる賢者セージはバリアヒーラーという役割になっております。今までバリアヒーラーというのはですね、まあ学者、まあ白魔道士がね、ピュアヒーラーと呼ばれていて、学者バリアだったよね。で、今回、なるほど、じゃあ賢者はバリアヒーラーとして実装されるのね。じゃあ占星術師はってなると思うんですけど、ヒーラーはですね、今回6.0から、ピュアヒーラー2ジョブ、それからバリアヒーラー2ジョブという明確に区分したバランスで取っていこうと思っていて、占星術師を完全にピュアヒーラー寄りに、回収していきます。こちらについてはですね、後日また詳しくどう変わっていくのかお伝えしようと思ってますが、ロールとしてはヒーラーの中でもピュアヒーラーとバリアヒーラーが分かれていくというふうに思ってください。もちろんですね、レイドファインダーとかのマッチングもちゃんと、ピュアヒーラーとバリアヒーラーで、マッチングするように、そちらにも手を加えていくつもりです。さあ、コメントもものすごい勢いで、 What do you see on the comments? They're going so quickly. 早すぎてわからないよ It's going too fast. We can't tell what's going on. ね。 はい。そしてですね、武器に関しては、魔法によって剣具という武器を操っていろんな回復だったりですね、攻撃だったりバリアを張ったりということをやっていきます。それからですね、まあこれファイナルファンタジー14は各ジョブでゲーム体験を変えていくっていうところを、コンセプトにしてるんですけど、賢者の場合は一時的に、自分の魔法を強化していくっていう新しいそのプレイ感っていうのを目指して開発を進めています。まあその攻防一体っていうところもあったりして、いろいろ、またこれまでのヒーラーとは全然異なる体験をお届けしようと思ってますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。そしてですね、ジョブクエスト、この賢者になるためのジョブクエストに関しては、リムサロミンサから開始予定です。ですので、狂月のフィナーレ、エンドウォーカーがリリースされてすぐ、ジョブクエストを開放して、新しいジョブで、ね、冒険を進めていくことも可能になります。もうね、さっきからですね、僕コメントをね、こうちょっと拝見していると、なんかね、ガンダムとかファンネルっていう単語が出てるんですよ。よくわかんない。それに関してはね、まあ、ここに書かれてる通り、まあ、ノーコメントとさせていただきたいです。No comment on the 剣具です。お忘れなく、剣These are 具という called 武器です。 new ではですね、これらを踏まえて、ちょっとイメージついたと思うので、それを踏まえてですね、もう一回動画をご覧いただこうかなと思っております。さあ、というわけで、動画ご覧いただきました。まあなんかちょっとおしゃれでスタイリッシュですよね。Wait. ヨシピ?はい。暑かった。 You're sure? You're hot. 暑かった。And anything else?
何 Something else? いや、ノーコメント。ノーコメント。OK!OK! さあ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 。まあ、新しいジョブのね、賢者、ぜひご期待していただきたいんですけど、まあ、もう一個追加するよって言ってる近接命令 DPS に関しては、また、次のですね、デジタルファンフェスティバルの方でお届けしていこうかなと思っております。なんかコメントがね、すごいザワザワしてるんですよね。ダークナイトって書いてあって、もういるじゃん。ダークナイト People are guessing that the second job is dark night? 意外とあれです。Already? なぜか急にネクロマンサーとか言ってる声も。ネクロマンサーズ。ネクロマンサーなん、さて何のことだろう。I don't know. What's a necromancer? よくわからないですね。まあ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 、そういうわけで、さらなる新ジョブに関してはまた後日お届けしていきます。続いて、じゃあセクションを進めていこうと思います。続いては、ストーリーにちょっと触れていこうかなと思っております。その前にですね、ちょっとタイトルにご注目いただきたい。ファイナルファンタジー14。Okay. Final Fantasy 14.エンドウォーカー。エンドウォーカー。行月のフィナーレ。Translate this, this is the Dawn Moon finale. ファイナル、エンド、フィナーレ。意地でも終わるのかみたいな、このキーワードが示すのはメインストーリーの大きなサーガとして約10年にわたって、お届けしてきたハイデリン・ゾディアーク編と呼ばれているサーガが今回この 6.0 行月のフィナーレで完結を迎えます。こちらですね、まあ、Q14 から続けてきて、僕が担当になってですね、2013年に R レルムリボーン、リリースさせていただきました。まあ、こちら神聖の朝、そして拡張パッケージ第1弾ヘブンズワード蒼天のイシュガルドは、まあ、蒼天の昼かなと。そして2つ目の拡張、東方にも光の戦士の皆さん冒険広がりました。ストーンブラッドグレンの日暮れと、そして世界中で非常にご好評の声をいただいた、前回の拡張パッケージシャドーブリンガーズ、漆黒の夜となっております。そして今回次なる拡張パッケージエンドウォーカーによって、まあ、惑星ハイデリン星の命をめぐる物語というのがちょうど綺麗に一周するところでハイデリン・ゾディアーク編完結させていくつもりです。さてこれまでの拡張パッケージちょっと注意していただきたいんですけど、例えばですが今回前回のシャドーブリンガーズ、まあ、今パッチ 5.4 まで来てますが 5.0 単体でのもちろんエンドロールっていうのもありますが、漆黒のヴィランズの物語が綺麗に最終的に完結するのはパッチ 5.3 でした。今回はこの 6.0 その内容で全て綺麗に完結させるつもりです。ただですねちょっとコメントもすごいザーザーしてるんですけど、これでですねもちろんファイナルファンタジー14が終わってしまうわけではございません。パッチ 6.1 からはハイデリン・ゾディアーク編とは異なる新しい物語をスタートさせていくつもりです。そしてですね同時にですねあれ吉田辞めんのかなみたいなコメントがちょっと見受けられるんですが、私は辞めません。そのままもうなんかほぼライフワークなので、お前もういいよと社長からですね、言われるまではライフワークのようにファイナルファンタジー14続けていきますので、ぜひですね、まあ、もちろん 6.0 楽しみに遊んでいただきたいんですけど、その先もですね、まあ、死ぬまで頑張ろうかなと思ってるので、ぜひこれからもですね、14ともどもですね、僕もよろしくお願いします。はい、時々ね、そろそろやめんじゃないのみたいなの出るんですけど、やめるときはちゃんと言いますし、まあ、やめる気はないので大丈夫です。はい。結構厳しいですね、皆さんね。死んでも続けろって書いてある。People are telling me that I should continue this even after I die. Necromancer? Necromancer? 俺ネクロマンサーって死体操る方じゃないの？自分を操るの？死んだ。I'm the Necromancer. ああ、なるほどね。はい。頑張っていきます、これからも。Alright, I'll do my best.
なので、別段心配なくですね、このハイデリン・ゾディアークという物語のクライマックスをですね、僕ら全力で皆さんに、お届けしていこうと思うので、それをぜひ味わっていただきたいです。So、again. じゃあストーリーの前段をちょっとまとめてみましょうか。So、第一世界、皆さん生き、運命の反逆者として、まあ、滅びの運命から運命を変えてですね、今新たな未来へ進んでいってますが、そもそも太古に起きた終末とはまあ何だったのかとか、まあゾディアーク、そしてハイデリンとは今どうなってるのかとかね、全ての謎を解き明かすため、プレイヤーの皆さん、光の戦士はついに惑星ハイデリンを離れ月へと向かっていただくことになります。多くのですね、人から受け取った思いを受け継いで、光の戦士はハイデリン・ゾディアーク編最後の謎に挑んでいきます。テレポしたら、なんとたったの999ギルって書いてあって、月まで。いや、わかんないよね。ねえ、9万ギルとか取られるかもしれないよね。でまあこれまでね、ハイデリン・ゾディアーク編、漆黒のヴィランズでもかなりの謎を解き明かしてきましたが、まだまだ多くの謎残ってます。終末というのはそもそもなぜ起きたのか、ハイデリンとゾディアークと呼ばれている存在は今どうなっているのか、そしてガレマール帝国というもともとね非常に強い軍事力でエオルゼアを支配していたガレマール帝国はどうなるのと、そして活動し始めたゼノスとアシエン・ファダニエルの目的は何なのか、そしてですね、月行くのはいいけどそもそも空気とかねあるのみたいな、何あるの月って、はい、まあ、これらを、僕ら全力で皆さんに全て綺麗に、ストンとですね解き明かされていくように全力でお届けしようと思います。まあ、もちろんね、その時光の戦士がどうなっていくのか、それから暁の決明のメンバーがどうなっていくのか、それからですね、託された古代人たちから託された思いというのはどうなるのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。まあね、月行ったらね、エヴァンゲリオンとかね、埋まってるかもしれないね。We're gonna find Evangelion in the moon up there. さあ、ではちょっと、キャラクターね、トレーラーの方から見ていきましょう。まずアルフィノですね。今回、新ジョブ賢者にジョブチェンジしています。アルフィノが着ている衣装が、新ジョブ賢者のジョブ専用装備のアルフィノバージョンですね。そして双子の妹アリゼですね、まあ、引き続き彼女は赤魔導士としてどうやら戦っていくようです。でようやくですね、どうやら彼女新しいコスチュームに着替えるようです。ちょっとね、寂しそうだったんで着替えるらしいですね。まあ、このコスチュームがですね、誰にどういう思いとともに渡されていくのかというところにもちょっとご注目いただければと思ってます。そして続いてはですね、アシエン・ファダニエル、まあ、転生組のアシエン・ファダニエルですが、グレー編に登場したアサヒというキャラクターの体を、利用する彼の目的がね、果たして何なのか、結構ね、彼ね、嫌われてるんですよね。ただですね、大丈夫、ご安心ください。彼はラスボスではございません。まあ、ラスボスじゃないんですけど、まあ、彼にはね、さらに実はまだ大きな秘密があるんですが、そちらもかなり完全なスポイラーになるので、単純なお話ではないというのだけお伝えしておきます。はい、そしてトレーラーもう一人出てましたね、ゼノス、彼もまたですね、表舞台へと登場しそうですが、まあ、彼の望みはもうとにかく友である皆さん、光の戦士と英雄と再戦したいというだけです。いやいや、もちろんね、皆さんが彼のことを友達だと思ってないというのは僕もよく知ってます。ただですね、彼の友情は一方的で非常に強いので、もうちょっと諦めてください。まあ、どうやらね、彼もなんかまた若干コスチューム違う気もしますが、さてどうなっていくのか。さあ、行月のフィナーレではですね、もっとたくさんのキャラクター登場してですね、ある意味ハイデリン・ゾディアク編、皆さんが10年以上にわたって、冒険してきた、一旦の総集総決算になる予定なので、どんなキャラクターが入り乱れてくるのか、ぜひご期待ください。まあ、ストーリーについてはね、全ての謎を解き明かしていくので、ちょっとこれ以上はネタバレが多すぎるのでここまでにさせていただきますが、まあ、漆黒のヴィランズでもね、驚いていただいたように、ファイナルファンタジー14開発チームがね、そんな単純な話で終わるかと
というのだけなんとなく思っておいてもらえれば、びっくりしてもらえる仕掛けたくさん用意していきたいと思います。はい、では、続いて 6.0 エンドウォーカーの全体像についてちょっとお伝えしていこうと思います。さあ、まず最初のセクションこちらです。レベルキャップが解放となります。こちらですね、レベル80から90へとなります。まあ知ってたってみんな言うんですけど、まもなく100ですよ。ずいぶん頑張って続けてきたね。はい、そして、拡張パッケージといえば新しいフィールドの追加です。今回も過去の拡張と同じ規模で、フィールドの追加を行っていきます。ではですね、現段階でお見せできるアートワークとスクリーンショットで一部だけ、今日はちょっと一部になっちゃいますがご紹介していこうと思います。まずはですね、ショータウンご紹介したいと思います。こちらどこだこれ。こちらの名前はですね、ラザハンという、町になります。もうちょっと近づいたねスクリーンショット見てみましょうか。はい、入り口かな。ラザハンはプレイヤーの皆さんに、なんだろう、14って拡張するとってこう大タウンとショータウンっていうのがあって、漆黒のヴィランズだと、まあ、ユールモアに該当する場所だと思ってください。クリスタリウムじゃなくてね。じゃあ 6.0 でいうクリスタリウムに該当する大タウンはどこなんだよって聞かれると、それはまだ内緒です。ではちょっと建物の中も少し見てみましょう。エーテライトが回ってますね。今までのファイナルファンタジー14のまた文化圏にないところへ、行っていただくことになるかなと。で、まあこれどこなんだっていうとですね、まあ、こちらをご覧いただければなんですけど、ファイナルファンタジー14のシナリオにこれまで、クエストとかですね、サベネア島っていう場所が、たくさん言葉としては出てきてます。踊り子のねジョブの発祥の地でもありますね。そのサベネア島一つがまるっと新しいフィールドとして登場して、そこに、ショータウンのラザハンがあるというふうに思ってください。これまで登場してこなかった亜熱帯のような、ね、地域となってます。まあ、どんな冒険があるのか楽しみにお待ちください。もう一個紹介していきましょう。じゃあなんかもう一転してなんだこれみたいな。こちら新しいフィールドの名前はですね、帝国の首都のはずであるガレマルドがフィールドとして登場しますが、なんだか大変なことになってるっぽいですね。こちらもですねちょっと見てみましょう、スクリーンショットね。いやー、なんだかどんな国だったのかなと思いきやボロボロになってますね。まあ一体ねどういう経緯でこうなっているのか、それから光の選手の皆さんはどういう経緯でここを訪れることになるのか、謎ねいっぱいあります。まあ、ここでもね非常に大きなドラマが光の戦士皆さんを待ち受けています。まあ行くときはですねぜひ心して向かっていただきたいと思います。はい、そしてですね、まあ新しいフィールドがあると当然新しい出会いっていうのも出てきます。まあこういう新しい獣人たちとのね出会いっていうのも待ってますきっと。なんか若干このセンターでさ、ナマズをさ主人公感出してるのイラッとこない。なんか私が主役ですみたいな。今回、まあ、ちょっと一部になりますが新たな獣人、名前はマタンガ、その中でもアルカソーダラ族という、種族が登場してきます。これすでにね出会ってる人は出会ってるんですよ。アジムステップでですね非常に敵対してくる、モブハントのモンスターがいたりするんですけど、その中でも友好的なのが、アルカソーダラ族で、先ほど紹介したサベネア島で出会いが待ってると思います。宝の地図ダンジョンでね結構象モチーフでいろんなねこうグラフィックス出てると思いますけど、いよいよ、まあ、その地域に足を踏み入れるのかなと。また力士って言われてる。まあ獣人は他にもいるんですけど、もうちょっと、公開お待ちいただきたいと思ってます。ただまあね月ですしね。ファイナルファンタジーで月かというわけで、そのうちまたご紹介していこうと思います。はい、当然ですね、まあいい出会いもあれば悪い出会いもございます。夜道では会いたくありませんが、まあこんなやつとの出会いがあったりしますね。ファイナルファンタジー10が好きだという方はちょっと分かる
のかなと思うんです。アニマという異形と出会うことになりそうです。で、まあ今回ですね、あのファイナルファンタジー10の時にアニマを作画したあのスタッフはファイナルファンタジー14のアートスタッフでもあるんですよ。彼が14用に改めてアニマを、14用にですね、まあいろいろ理由があるんで、あの書いたのがこちらになります、ね。はい、そして、もちろん多数の新ダンジョンも登場してまいります。こちらもですねスクリーンショット、それからアートワーク等々ちょっと見てみましょう。まあほぼアートになっちゃいますかね。もうなんか早くも世界終わりそうな感じになってますね。なんか巨大なものも立ってますし遺跡らしきものも見えますね。なんとなくサベネアっぽいかな、これさっきね綺麗だったのにね、そしてこんな場所も出てきます。もう一転してちょっと有機生命体っぽいところになってきてますね。さらにさらにですね、今度は何だろう、列車なのかな。まあ、皆さんを待ち受ける今回 6.0 のダンジョン、基本的にはメインシナリオで行っていただくことになりますが、ファンタジー要素、それからまあ古い遺跡、それから現代を思わせるような場所、いろんな要素が皆さんを待ち構えています。変化に富んだダンジョンをいろいろ現在ねものすごい勢いで制作中なので、ぜひ楽しみにお待ちください。それではさらにバトルコンテンツちょっと続けていこうと思うんですが、まあ皆さんが楽しみにしている大きな要素の一つかと思います、こちら。 Okay, now we're going to talk about another one of our battle contents we have planned. 希望の園エデンというシリーズが、パッチ 5.4 で無事に完結して、我々開発チーム新しい高難易度レイドの8人レイドの開発に取り組んでます。こちらイメージイラストをご用意しております。なんかどっかで見たことある人かな、このマーク。なんかどっかで見たことあるんだけど、ラハラハブレラハ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 ラヒこちら高難易度レイドのタイトルとしてバンマデンパンデモニウムというシリーズでお届けしていきます。このレイドがですねどんな場所で行われるのかというのはちょっと伏せていきます。かなり特殊かなと思ってます。まあ、今回ね 6.0 でハイデリンゾーディアーク編というのをきれいに一旦完結させますので、まあ、それも含めてですね世界の、まあ、残された謎にまた、挑んでいくという形で完全14オリジナルのレイドとして、お届けしていこうと思います。はい、もちろんコーナーレイドはね高難易度だけではなくアライアンスレイドも、新しいシリーズをお届けしていこうと思います。今進行中のヨルハダークアポカリプス、ニーアシリーズとのクロスオーバーで進めています。まあこちらもねパッチ 5.5 また楽しみにしていただければと思うんですが、我々開発チームさらにその次の、企画をスタートしてます。でこちらどんな内容なのかは次のデジタルファンフェスでお伝えしようと思ってるんですが、今回は14オリジナルのストーリー展開でお届けしますが、エオロゼアにある古くからある大きな謎を扱っていくので、まあ14との中の、サーガ完結、1個目のサーガね完結に向けてかなり濃い話になっていくので、これもぜひ楽しみにしてください。結構ね謎の存在がねまだ残ってるんですよねヒルディブランドかって言ってるから、ね、ヒルディブランドヒルディブランドアライアンスレイはい、ではさらに続けていきましょう。今回我々、6.x シリーズに向けてですね新しい少人数の全く新しい PVP コンテンツを開発進めております。まあフィーストをねこの先どうしていくの、今ある少人数 PVP のフィーストどうしていくのっていう、まあ、お声も頂戴してるんですけど、僕らが今、計画しているのはロールの概念を廃止してフリーロールでもっとカジュアルに、楽しんでいける、熱くなれるPVP という新しいコンテンツを制作してます。でこれまで以上にマッチングしやすくかつ気軽で奥深くねレーティングにチャレンジしていけ、いく人はいけるみたいなところで、開発を進めています。でリワードそのに関しても、まあ、報酬に関しても、まあ、単純なギアとか
まあ、ギアとかももちろんありますけど、それ以外に全く新しい報酬カテゴリーというのを用意して、いろんな人に楽しんでもらえるように、鋭意ね、企画の方を進めてます、開発進めてるので、こちらも続報にぜひご注目いただければと思います。はい。でもうもちろんね、バトルコンテンツ以外にも大小さまざまな、コンテンツ遊び実装されていきます。まず新たなサイドクエストもたくさん、拡張といえば実装されていきます。今回その漆黒のヴィランズね、新たにロールクエストっていう仕組みが実装されましたが、もちろん今回も用意されてます。でただちょっと漆黒のヴィランズと一部変更させていただいてます。これまではタンク、ヒーラー、近接 DPS、 遠隔 DPS っていう4つのロールに分けてロールクエストを展開してました。さすがにちょっとざっくりしすぎてたなという反省からですね、タンク、ヒーラー、近接物理 DPS、 遠隔物理 DPS、魔法 DPS というふうにロールを1個追加して、クエストをご用意しようと思ってます。まあその分ね、お話と体験にちゃんとフォーカスしやすくなるので、クオリティ高いものをお届けしていこうと思って、もちろんギャザラークラフターの皆さんに向けた 5.0 でいうミーン高原館のような一つの場所によってみんなでいろんなロールのクエストをやっていくっていうところももちろん用意してます。まあ名前言いたいんですけど、大タウンの名前言ってないんでまだ言えないですね。はい。もちろん多数のね、新装備、それから新しいクラフトギア、用意されてます。それから続いてフェイスシステムにも、アップデートがあります。行月のフィナーレに向けてフェイスの NPC が追加となります。まあきっとね、楽しみにしてる人いると思うんだよな。この方フェイスに追加となります。新たにですね、エスティニアンが竜騎士として参加することになります。近接 DPS としてね、参加するので、暁の決命、近接 DPS 足りない問題というのもこれで解決するかなと思います。まあ、彼がね、どういった経緯で暁、まあ、彼ね、結構一人で動くの好きですから、暁と行動を共にするようになるかというのは、近日リリースされるパッチ 5.5 と、それからそのあたりからのね、メインストーリーの流れをぜひ注目していてください。裏切りそうって YouTube で書いてあるね。ファイナルファンタジーシリーズの竜騎士って結構裏切るからね。まあ一回やってるから多分大丈夫だと思うんですけどね。フェイスというシステムの活用は、まあ、これに、まあ、キャラクターの追加にとどまらず、一応今実は計画してることはあるんですけど、まだ今ちょっと計画中なので、今日具体的にお知らせするのが難しいです。キャラを追加するだけじゃなくて、フェイスを利用してこんなことさらにできるよみたいなところっていうのは、今後の PLL とかでも、進捗があり次第お伝えさせていただこうと思ってます。そしてですね、続いてこちら、ゴールドソーサーにも新たなコンテンツの追加を予定してます。特にですね、規模としてはドマ式麻雀というものに、まあ、並ぶぐらいちょっと大きなものを今計画しております。みんなどういうものが欲しいんだろうな。やっぱりこうブリッツボール、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 フォールガイズ、フォールガイズ、フォールガイズが欲しい。まあね、なんか今回のレイドで落ちたりしてるもんね。 あとスノーボードね、スノーボーディング as well、 Blitzball、 スノーボーディング、 Fall Guys、 やたら相撲って言ってる人いるんでね、さっきからね。 Sumo of course、 Sumo。 はい、ちょっとこれまだ詳細が言えないので、ただかなり大きな、しかもプレイヤーの皆さんのキャラクターを使って楽しんでいける、まあしかも誰でも楽しんでいけるような新しい、まあ、しかもね、マルチプレイできるような、コンテンツを今計画します。これも、もうちょっとしたら多分お伝えできると思うので、お伝えしていこうかなと思ってます。まあ、麻雀をね、丸ごと入れてしまうようなクレイジーな14開発チームですから、まあ、何が来るのかいろいろ予想をしていただければと思います。続いては新コンテンツになります。さて何やらね、非常に楽しそうなイメージイラストがありますね。こちらの、タイトルをですね、無人島開拓と今呼んでおります。ファイナルファンタジー14の世界の中でスローライフを楽しんでいくという新しいコンテンツを今、開発進めております。ギャザラークラフターをプレイしていなくても楽しむことができます。まあ、もちろんね、やってる人にも特典はあるんですけど、みんなでプレイ、みんなプレイできる。まあ、例えばですけど、動物の飼育をしたり、まあ、
島を開拓してね、そこで取れた特産物で貿易をしていったり、ミニオンを放し飼いにしたりと、そういった要素満載でスローライフをね楽しむためのコンテンツになっております。あのコメントでまあ結構あってですね、これ開発チーム、あのこれね日本人限定のネタで申し訳ないんですけど、あの我々開発最初のコードネームダッシュ島って言ってましたいや本当にズバリそういう、まあ、楽しみ方できるといいよね。まあ、こちらですね、パッチ 6.x シリーズ全体を通じてアップデートをし開拓を進めていくみたいな、構想で今開発を進めてますので、ほのぼのとファイナルファンタジー14を楽しんでる皆さん、ぜひねご期待いただければと思います。そして皆さん現在進行形でですね、パッチ 5.4 で、非常にねとある地域の復興に努力を捧げてきてくださいました。そうです、皆さんねイシュガルドの復興に、大変強く尽力してくださいました。イシュガルドの民がですね、皆さん冒険者の皆さんに感謝の気持ちとしてですね、冒険者に、居住区を開放したいとおっしゃっております。これまで 4.0 の時かな、ハウジングエリア追加した時と同じで 6.0 がスタートしたタイミングで、冒険者居住区のエリア開放はします。ただほらやることすごいたくさんあるので、まあ、どの土地にしようかなっていう見学をしてもらって、パッチ 6.1 のタイミングで購入できるようにというふうにしていきますので、ぜひですね 6.0 空いてちょっとゲームプレイ落ち着いたらどうしようかなみたいなのを話し合ってもらえればと思います。で区画の数とかは他のハウジングエリアと全く同じ数で用意させていただきますし、もちろんアパルトメントもございます。でまあ、もちろんね全体的にその継続してね土地不足であるというお声たくさん頂戴しているので、そちらの努力も合わせて続けていこうと思います。まあ今回ね皆さんが復興していただいたのは想定外なので、まあ全くそれと同じグラフィックかって言われるとさあまあどうなりますかっていう感じではありますけど、まあ大体イメージは掴んでもらえるんじゃないかなと思います。はい。でちょっと駆け足ではあるんですけど、今回 6.0 で、ね、実装される、まあ、一部コンテンツのご紹介、細かいところはまだまだあるんですけど、また今後ファンフェスでより、ね、詳しくお伝えできればと思ってます。ちょっと大事なですねこの 6.0 からバトルシステムのメンテナンス、大きくちょっと、ね、2項目あるのでお伝えしていきたいと思います。当然これまでの拡張パッケージ同様、バトルシステムの細かい調整とかジョブアクションの調整、それから各ねジョブに新しいジョブアクションの実装というのは普通にやります。これは普通にやります。でそれ以外に重要なお知らせが2つあるので、その2つをお伝えさせていただきます。まず1つ目、バトル計算式で使っている数字のデノミネーションというのを行わせていただきます。これはですね以前の、ライブストリームでもちょっとお伝えさせていただいてたんですが、まあ、このタイミングで、やることになるのでご承知おきくださいというふうにお話しさせていただいてました。じゃあまあどういうものなのか、なんでそれをやるのかというのをちょっとご説明させていただきますね。まあ、新生オールゼアのリリース以降、レベルキャップ解放していくたびに各ジョブの、ね、ベースダメージっていうのはまあガンガンこう上がってってますね。まあ、大きなダメージが出せるっていうのはまあ気持ちいいのは確かに気持ちいい爽快感はあるんですけど、パッと見るともう数字が大きくて分かりにくいっていうのと、扱う数字が僕ら大きくなるとすごいさまざまな問題っていうのが生まれてきてます。まずこのデノミネーションさせていただく理由の1つ目なんですけど、まあバトル計算式は今回変わらないです。あのメンテナンス調整はあるかもしれないですけど基本変わらない、これは覚えておいてください。まあちょっとこれプログラム的なお話になっちゃうんですけど、扱っているその計算式に入ってくる数字の桁が大きくなるとですね、プログラム上オーバーフローって言って数字が一周しちゃうみたいな現象っていうのが起こります。これでこれなんとか実は今まで出てきたバグでも何件かこれにも該当するものが出てるんですけど、なんとか 5.x 期間中は無理やりやってきました。でまあこれ以上数字大きくなるとやっぱパケットのサイズ、皆さんとの通信のやり取りするパケットのサイズを増やしたりとか、そうなるとバグとか遅延っていうのが生まれちゃうので、数字を小さくさせてほしいっていうのがまず理由の一つ目になります。そしてですね、ヘイト計算式というのがもう限界に来ていてですね、扱う数字が大きすぎて今タンクのヘイトって内部的にはもうキャップにずっと張り付いてる状態を無理やりこう位置下げたり上げたりっていうのをやってたりするので、もうこれ一周すると数字ゼロになっちゃったりするので、
今ちょっと強引な対応している状態で動いてるんですけど、これらも整理させていただきたいと思ってます。それからですね、フライテキストの表示限界、数字がたくさん並ぶじゃないですか、バーンって高いダメージ出ると、あれがもう入り乱れまくると、当然描画領域をすごい食うので、これもちょっと表示限界に来てます。そしてですね、敵の最大ヒットポイントがもうめちゃくちゃな数字になっていて、これももうオーバーフローの原因になってしまう状態になってます。ちなみになんですが、パッチ 5.5、 次に予定しているパッチ 5.5 に登場するとあるボスの最大ヒットポイント調べてきました。こちらです。4億4000万かな。この4億4000万をみんなで削り切る光の戦士たちもまあ大概なんですけど、分かった、まあ、でまとめて、で何どうなんのっていうのをちょっと、じゃあ結局どうなるのっていうのをご説明していきます。まずレベル51からレベル80までの数値の差っていうのが、小さくなります。例えばですけど、レベルが1つ上がると、まあ、適当な数字で言いますよ、 5% これまで上昇してた、でその 5% の積み重ねでどんどんプレイヤー数字でかくなっていくんですけど、まあ、それをレベル51から80までの間をちょっと圧縮させていただいて、まあ極端な話を言うと 1% ずつしか強くなりませんみたいな形の調整をさせていただきます。まあ特にヒットポイントとか火力の上昇の差っていうのがこれまでに比べて当然少なくやっぱり感じられてしまうかなと。まあなのでちょっとアクション一撃のダメージっていうのがこれまでに比べるとやっぱり数字がちょっと小さくなることになります。でその一方でなんですけど、レベル81から今回ね、6.0 でレベル90までキャップが上がるので、レベル81から90までっていうのはこれまでのと同じ体感の成長度合いじゃないとつまんなくなっちゃうので、特に先端にいる皆さんはここの割合、成長を感じていける割合っていうのは、今までと同じ感覚になるようにするので、改めてレベル51から80までをギュッと圧縮して、81から90までの成長を感じていく部分っていうところは、今までと同じようなね、成長をね、ギア取り替えたら、おお、強くなったっていうのがちゃんと手応えとして出るような形にしていこうと思ってます。同時にですね、やっぱり経験値の値も今ものすごい数字を扱ってるので、経験値のネクストまでの経験値とか、そういった経験値も全体的にギュッて圧縮します。なので次のレベルまでに必要な経験値もギュッて減りますけど、敵からもらえる経験値も減るんで、相対的に感覚は変わらないです。まあもちろんね、拡張新しく出てキャップ上がるんで、その分のなんだろう、レベルアップしやすさみたいなのはまた調整していきますけど、でまあ当然プレイヤーサイドの攻撃力、ダメージとかね、ヒットポイント下がるんだから、モンスターのヒットポイントやダメージっていうのも当然それに応じて小さくなります。でまあ結局どうなるかっていうと、まあプレイヤーが弱くなるわけではないですよと、扱う数字は小さくなりますけど、体感の感覚、やり取りしているものに関しては変わりませんと。ただ一つだけ制限解除という遊びがございまして、レベル例えば80の状態で、過去のコンテンツへ、強いまま行くみたいなやつに関しては、今よりもクリアが難しくなってしまうと思います。ここはなんとかその、ね、遊びとしてその確立してる部分もあるから、なんとかしたいとは思ってるんですけど、今のところこれでなんとかなるだろうみたいなのがちょっとまだ見つかってないので、まあなんとかできる方法があればとは思うんですけど、ちょっとその部分に関してはちょっと今のところプレイヤーがねどうしても弱くなってしまう部分かなと思います。だから普通に制限解除とか関係なく遊んでる分に関しては、数字のやり取りが小さくなるだけで、別にプレイヤーが弱くなるわけではありませんよっていうのを、ご理解いただければと思います。さて、だいたいまずこのデノミネーションのところは大丈夫かな。だいたい今のレベル80のですね、僕のクロマ同士のファイジャー530のファイジャーでだいたい5万キルぐらい、ダイレクトもクリティカルも入らなければなんですけど、ダメージだいたいそれがですね、1万ぐらいかな。
でまあそこからレベルが上がっていくとまたあのいつもの拡張 の, あのレベル1個ずつ上がっていった強くなった感覚っていうのは、やるので、まあ、大体5分の1ぐらいだと思ってもらえればと思います。でこれはやっぱり長期運営をやっていく上ではちょっとどうしても避けられないポイントなので、今日冒頭ねお話したようにこれからもっともっとファイナルファンタジー14続けていきます。だから今回やったとしてもまた10年ぐらい経つともう1回デノミネーションさせてくださいというタイミングが来てはしまうと思います。でも長く続けていくっていう意思の表れだと思って、ご理解いただけると大変助かります。ではもう一つ、システムのお話をします。Q14 からですね申請した時表示がなくなりつつも生き残ってきたこの装備なんですが、ついにですね削除ということになってしまいました。まあ、現状グラフィックスに影響がないっていうのとアクセサリーとしてね数値影響っていうのもまあ低いことから、とにかくこの帯防具って人気が低いで、あまりチェストワークはでも他と一緒だし、あのアライアンスレイドではもう邪魔だからドロップしないようにしてくれとか言われたんですよね。もうじゃあ今回消そうということになりました。でリングはっていう声もね結構今コメント多いんですけど、指輪もすごい検討したんですけど、やっぱり左右別々のグラフィックスの指輪をつけるっていうことでおしゃれに使ってる人っていうのもいるので、今回はやりませんでした。で結局どうなるかっていう説明をしていきます。まず 6.0 以降、帯防具は装備不可になります。そして装備中のまま 6.0 を迎えた場合には自動的に外れて遺失物管理人という NPC が預かることになります。リテーナーが装備したままとかいうのも全て遺失物管理人に我々移させていただきますので、何かこう無理に急いで準備しなきゃいけないということはないようにさせていただきます。あ、マテリアをね外しておきたいという方は外しておいていただきたいです。で各コンテンツから、それからあと交換とかからですね、帯防具一切排出停止となります。じゃあ分かったよと、腰防具なくなるのはもう分かったよと、じゃあその腰防具の35枠どうすんだよと、15枠をしぶきに、そしてもう15枠をリングの方に回してそれぞれを50枠ずつに拡張します。でおいおい5枠残ってんじゃねえかよっていうところは、すいません、これからもなんとか枠を拡張していく努力のためにもですね、5枠ちょっと1回リザーブとして僕らに預けてください。すいません、よろしくお願いします。 Sorry, but thank you. はい、まあ近づいてきたらねまた詳しくトピックスでお知らせしていこうと思いますので、ぜひチェックしておくようにしてください。ではですね、そろそろ、今日お伝えできる情報っていうのも、少なくなってきたんですが、ここで、まあ、長期的に作ってきた新しいシステムを最後に、お伝えして終わっていこうかなと思ってます。こちらデータセンタートラベルという仕組みを、現在開発中でございます。これはですね今ファイナルファンタジー14に存在している、まあ、ワールドを超えて、別のワールドへ遊びに行くってワールド間テレポっていう仕組みがありますが、それをですね、まあ、ちょっと全くそれと同じ機能というのはちょっとサーバーの作り的に不可能なので、一旦ログアウトは必要なんですけど、キャラクター選択画面から他のデータセンターへ遊びに行くっていう新しい仕組みを今回、開発中です。その代わり他のデータセンターへ遊びに行った場合に、フリーカンパニーとかリンクシェルのチャットができないというちょっとワールド間テレポよりは制限が強いんですけど、友達に会いに行ってパーティーを組んでコンテンツへ行くみたいなことっていうのはできるので、また改めて詳細にできることできないことっていうのの一覧がまとまったら皆さんにお伝えしていこうと思います。何はともあれデータセンターを超えて友達のところへ遊びに行けるシステムだと思ってください。まあ結構ね経済どうなるのって方いらっしゃいますけど、ワールド間テレポの時も皆さんそう言ってたんですけど、実害ほぼないのでちゃんとシミュレーションをします。ご安心くださいぜひね。さてまあ大体これですね、ようやく終わりが見えたかな。はい、ちょっと待ってなんか知ってる人の声する。もう一つ何かですね、皆さんにお知らせしてないことがあるんじゃないの。重要なお知らせですよ、重要なお知らせ。社長
はい、あれを表示して。え？何？ああ、待った。OK。PS5 版のオープンベータ。オープンベータ。はい。4月13日から開始します。いや、ねえじゃないですよ。いよいよ PS5 版のオープンベータが開始します。これ次のパッチと同じ日なんでしょ？嘘でしょ、これ。No, you can't say that. 言ってなかったんだっけ？言ってないですよ。パッチ 5.5 の日付は、ちょっと、まあ、ああ、そう。まあ、だけど、まあいいよね。まあちょっと準備を一生懸命やってきた PS5 版。はい、それと、もう一つね。大事な、せっかくだからね、PS5 版の動画を持ってきたので、ぜひ皆さんに見てもらいましょうよ。パワポ用意されてんでやんの。Oh, and you even made a PowerPoint. これすごいんでしょこれ。いやすごいですけど。まずですね、今回 PS5 版 4K ネイティブ対応させていただいております。そしてね、今ちょっと動画の方でもご覧いただきましたが、あれまあ PS5 版そのものからキャプチャーしている映像になりますが、まあ超高速ロード PS5 売りですね。さっきのあれ実測タイムなので、あのスピードでエリアチェンジできるようになります。そしてですね、フレームレート、当然ですね PS5 の、性能非常にパワフルなので、それを活かしてですねフレームレート大幅向上させていただいてます。まあ、ですので今回、まあ、用途に分けてまたオプション設定増やしていこうと思うんですが、 PS5 の場合はもう 4K でとにかくグラフィックス至上主義で遊びたいよっていうモードと、まあ、2K とか解像度を下げてもいいか、とにかくフレームレート爆速で遊び、度安定で遊びたいんだっていう人の、モードと、これ、まあ、リアルタイムにスイッチできるんで切り替えて、お好みで遊んでいただければと思います。PS4 版発売された時も、覚えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、パッチを当てるたびにですね PS5 バージョンに PS5 ならではの特性を入れたアップデートっていうのも行っていく予定です。はい、まあそんな感じです。So, yeah. で、お値段は？これどうなの？じゃあちょっと、まあちょっとじゃあ僕から社長に一個お願いがあるんですけど、いいですか？僕としてはちょっとこうしたいっていうのがあるので、ちょっと見ていただきたいです。ファイナルファンタジー14の PS4 版のプレイ権をお持ちの方は。まあオープンベータがあって正式サービス始まったら、もう月額課金払ってくれてるならもうそのまま PS5 で遊べちゃっていいんじゃないですかっていう風にしたいんですけど、だから簡単に言うと、今 PS4 で遊んでる皆さんはそのまま PS5 でも遊べちゃい、まあ簡単に言うと、まあそういう風にしたいんですけど、どうですかね。ああ、それはだけどいいアイデアだね。ね、皆さんのためですから、ぜひこれでいきましょう。社長太っ腹。Wow. Thank you、ね、これもぜひ、皆さんのためにぜひ、PS5 版、試してプレイしてみてください。よろしくお願いします。社長持ち上げる声がすごいですよ。おいや、これというわけで今私決済取れましたんで、 PS4 版のお持ちの方は追加のもう費用なく PS5 版にもうアップグレードしていただけるというふうに確約取れましたんで、もうそれでいこうと思います。なので今 PS4 版の権利をお持ちの方はもう PS5 版のファイナルファンタジー14のパッケージも買っていただかなくて大丈夫です。
ですので、もうなんとか本体だけ手に入れてください。はい。まあ、PS5 に、ね、合わせたグラフィックスのさらなる機能の追加とかっていうのは、順次アップデートしていきますので、そちらも楽しみにお待ちいただければと思います。ではですね、そんな太っ腹な、社長からですね、世界中の光の戦士の皆さんに一言ぜひね、ご挨拶を改めてお願いします。そうね、はい、改めまして、皆さんこんにちは。スクエアエニックスの松田です。今日はファイナルファンタジー14新情報発表会ご視聴いただきありがとうございます。ここまでいろいろなたくさんの情報ありましたが、今の PS5 のオープンベータ、それからまだこれからもまた情報があるようですので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。そしてファイナルファンタジー14、皆様のおかげで10年ここまでやってこれました。本当にありがとうございます。そして吉田が先ほど言いましたように、彼はこれからもファイナルファンタジー14を率いていきます。そして開発チーム一同、ゲームをもっともっと盛り上げていきますので、ぜひこれからもファイナルファンタジー14をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、スクエアニックス代表取締役社長の松田洋介でした。社長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ふう、やれやれ発表されてねしまいましたけど、プレイステーション5版もぜひ楽しみにしてください。まあ、オープンベータとかね、詳しい詳細またトピックスでお知らせしていきます。基本的には本体持ってればすぐに遊べると、イメージしておいてもらえれば大丈夫かと思います。すいません、ちょっと時間をオーバーし気味ですが、本日の新情報発表会はここまでとさせてください。ただまだまだ隠しネタが存在する行月のフィナーレ、エンドウォーカーですが、次の情報公開ファンフェスで行っていこうと思います。こちら2021年5月15日16日、2日間で行うアラウンドザワールドと題して、全世界グローバルに向けたデジタルファンフェスティバルをやっていきます。いつものファンフェス通り2日間丸14尽くしの、ファンフェスをやっていこうと思います。もちろん、音楽のステージも2日間しっかり用意してやっていこうと思ってます。で、もちろんデジタルなので全世界に配信もしますし、可能であればね、リアルで集まってもらえる方には来てもらうっていうのも考えたいですし、僕らもそこだけじゃなくてちょっとね、ゲームの中でもみたいな感じで丸2日間モニターとかゲームを通して14を楽しめるファンフェスをやっていこうと思ってます。そしてですね、ライブストリームで世界中にと言いました。ですので、もうすべて音楽コンテンツも含めて今回はすべて無料で視聴していただけるようにします。もちろんだから、プライマルズのライブとかあるのかな、そういった音楽ステージとかもストリーム無料でお届けしていこうと思ってます。ただちょっと注意点、音楽にはいろんなゲストの方とかいらっしゃるので、アーカイブからは映像がね、残らないようにするかもしれないので、ぜひですね、リアルタイムに視聴していただけると大変助かります。なんかコメントでですね、太っ腹すぎて心配なんだよなって、金払ってもいいんだぞって書いてくださってる方がいる。そういった方はですね、ぜひこのファンフェス記念アイテムを購入していただけると助かります。今回、前回ね、クラウドのフェンリルというバイクファンフェス記念として販売開始しましたが、今回ルナホエールというマウント、発売開始させていただく予定です。天野先生のね、昔のデザインをちょっと再現しております。ちょっとこちらですね、いち早く完成しているので動画をお持ちしました。
いかがだったでしょうか。ファイナルファンタジー14初のついに8人乗りマウントの登場でございます。はい、でさらにですね、このファンフェス記念してもう一種アイテムがございます。まあ、今回ね、行月のフィナーレエンドウォーカーが月に絡んでいるということで、ファイナルファンタジー4の、オマージュエッセンスっていうのもいろいろ期待できるかなと思うんですが、その4からミニオンとしてエッジ、ローザ、リディアの、ミニオンがファンフェス記念として発売となります。でどちらもね、ファンフェスティバル、デジタルファンフェスティバルの開催、5月15日から販売スタートの予定です。どうぞよろしくお願いします。はい、ファンフェスの情報もね、今日この後の PLL とかでまたちょっと触れていこうと思ってます。さて、すいません、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、これで今日お伝えできる内容は全て出し切りました。いや、皆さんも本当にありがとうございます。 Thank you very much。 それではですね、ハイデリンゾディアーク編のその衝撃のラスト、ぜひそれをですね、震えてお待ちいただけたらと思います。もう最後にちょっとね、これ補足ですが、天野先生、天野義孝先生に書いていただいた今回のエンドウォーカーのイメージイラスト、まあ、どちらが善でもどちらが悪でもないと、天地、逆にもできるようなデザインでぜひお願いしますというので、結構無茶な僕ね、注文、天野先生にお願いしたんですけど。 And、I think you did a really good job。 まあ、ぜひですね、このアートにも仕掛けいろいろあります。ストーリー、クリアした時に見るとまたちょっと印象変わるのかなとも思いますので、ぜひこれらも含めて全力でこれから、進めていこうと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちください。改めまして、全世界の光の戦士の皆さん、本当に長い時間最後までご視聴ありがとうございました。ただしこの後日本時間午後3時から今度はプロデュースされたライブがございますので、そちらでまた後ほどお会いしましょう。はい、ありがとうございました。いいね。